皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今沖縄県にいます。今日東京の羽田空港から飛行機に乗って沖縄県の那覇空港に到着しました。飛行機に乗っている時にも撮影することができたので、今度飛行機に関する日本語を紹介します。来月投稿したいと思います。今から行くところは奥羽島という島です。ずっと行ってみたかったところだったので、今日皆さんに紹介したいと思います。ではご覧ください。海の色本当に綺麗。この橋を渡ると奥羽島です。那覇空港から車で40分くらいかな。あ、結構いますね、お客さん。あ、釣りをしている人もいます。今奥羽島に来たんですけど、止めようと思ってた駐車場がいっぱいで満車で止められなくて、あと観光客が思った以上に多くて、多分ちょっと撮影が難しそうなので、せっかく来たんですけど諦めます。いやー、ちょっと残念。まあこういうこともありますよね。気を取り直してお昼ご飯を食べに行きます。さっきの奥羽島から車で5分くらいのところにあるこちらの沖縄そばミネでお昼ご飯を食べます。ここ本当に景色が綺麗なのでおすすめです。すごく人気があるお店で、私も20分くらい待ってお店の中に入りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。来ました。美味しそう。私が注文したのは数量限定のミネそばです。いただきます。まずはスープから飲みます。この透明のスープが本当に美味しそう。あ、美味しいもちもちしてる、美味しい。お客さんがいたので、ちょっとね、あんまり撮影できなかったんですけど、でもお食事と、あとちょっと店内の様子だけ撮影させていただきました。ありがとうございました。お店の情報は概要欄にあるので、気になる人は見てみてください。この動画は2月に撮影しました。この日の沖縄の気温は24度でした。ちなみに千葉県の気温は18度くらいでした。2月にしては暑いと思います。おはようございます。今日は朝から瀬底という島があるんですけど、この島のと海を見に来てみました。綺麗ですね。ちょっとね、暑いので日陰に来ました。日陰、日陰、太陽の光が当たってる場所、明るい場所は日向と言います。日向で、この影になってるところは日陰と言います。波の音聞こえますか？風もちょっとあると思うんですけど、どうですか？私の声はっきり聞こえると思います。はい、今回はですね、またホーリーランドさんからこちらのマイクをいただきました。いつもありがとうございます。もう何回目かな、多分4回ぐらいコラボさせていただいていて、もうずっと本当にホーリーランドさんのマイクが好きで使わせてもらってるんですけど、今回のマイクは本当に特別。もうね、多分学校で使う日本語とか、それ以外にももうこのマイクを使って撮影してるんですけど、これすごく小さくないですか？今私が使っているマイクはホーリーランドのラーク M2 というマイクです。小さいですよね。これ 9g です。こちらのマイクのコンセプトはボタンのように小さくて軽いです。小さくて軽いからといって機能が悪いわけではありません。こちらがラーク M2 の内容です。カメラ、 iPhone、 Android、どの機材でもすぐに使うことができるので本当に便利だと思います。これどうやって服につけるかっていうと、すごく簡単なんです。なぜならマグネットになってるんですね。ほら、磁石です、マグネットです。なのでこれを外して服を挟んで留めることができます。だからこういうふうにこう
挟むところがなくてもどこにでもつけることができます。こういうね、カバンのこう持ち手のところにつけたりもできます。で、付属品でクリップもついてるんですよ。こんな感じ。はい、これもマグネットになってるので、こうやってつけて挟むこともできます。いろんな使い方があります。あとネックレスもついてましたね。どんな服を着ていても使うことができるので、本当にね、これは優秀なマイクだと思います。このマイク結構離れていても聞こえると思うので、ちょっとあっちまで行ってみます。どうですかね、多分聞こえますよね。どうですかね、結構波の音ももっとはっきり聞こえるようになったかもしれませんが、これだけ離れても全然問題ないと思います。戻ってきました。はい、どうだったかな。本当に軽くて小さくてとても便利なマイクなので、皆さん気になる人はぜひこの動画の概要欄にある URL を見てみてください。眩しい、太陽の光は眩しいです。直接見ることができませんね。この時眩しいと言います。本当はね、サングラスをかけた方がいいですよね。サングラスはレンズが黒いメガネのことです。次はお土産を買いたいと思います。今石鹸のお店に入りました。スイサボンという名前のお店で、すごくいい匂いで、私実は去年も来たことがあって、今回撮影できたらいいなと思ってお店の人に聞いたら、今許可をもらったので、ちょっとお店の様子を皆さんに紹介したいと思います。ハンドクリームもあります。こちらはリップクリームですね。唇に塗るものです。そしてこちらに石鹸があります。匂いのテスターがあって、匂いを嗅ぐことができます。こういう風にね、あのケースに入っていて、香りを嗅いでどんな匂いか確かめることができます。これね、嗅いでたんですけど、すごくいい匂いです。これなんだろう、果実という名前ですね。レモングラスと、あと沖縄で有名な果物シークワーサーが使われています。いいですね、これ買おうかな。このね、小さいサイズもあるんです。で、こういうアソートボックスセットというのがあって、まあ、2個入り、3個入り、4個入り、5個入りという風になっています。これはいろんな種類が選べるのでいいですよね。あと小さいからなんか試してみたい時にもいいと思います。こっちが 20g です。こっちが 120g です。私前どれ買ったんだろうな、ちょっと覚えてないんですけど、これだったかな。そう、でも全部ね、香りがいいし乾燥しないです。だから私はいつも顔を洗う時に使ってます。皆さんは普段顔を洗う時に何を使いますか？石鹸ですか？それとも洗顔フォームを使って顔を洗いますか？ぜひコメントで教えてください。あとこちらのお店の情報はこの動画の概要欄に貼っておくので、ぜひ見てください。あ、奥にもある、奥は何だろう、あ、シャンプーもあるんですね。こちらはシャンプーですね。あとトリートメントもあります。顔を、あ、顔じゃない、顔じゃなくて髪です。髪を洗う時に使うものですね。こちらがシャンプーで、でこっちにもまたさっきの石鹸があります。泡が出ないクリームシャンプーだって、面白い。どれにしようかな。この小さいサイズもいいんですよね。3個入り、なんかいろんなの使ってみたいから、3個入りか4個入りにしようかな。5個入りもいいな。どうしよう、悩む。あ、ここにカゴがありますね。これに買いたいものを入れればいいです。どうしよう、本当に迷ってる。あ、いいですか、じゃあ今ハンドクリームの石鹸のハンドクリームを持
面白くてですね、はい、指先で黒く塗って目薬的に香るハンドクリームなんですけど、あ、お願いします。はい、中にカプセルが入ってまして、そのカプセルが弾けて水滴に変わるっていうハンドクリームで、美容液に変わる。へえ、すごい、ありがとうございます。ランタナっていう香りでして、当店限定の香りとなっておりますね。ちょっと匂い嗅いでみます。沖縄っぽい華やかな香りありますよね。これどれですか？こちらが当店限定で、はい、こっちの方になります。こういったお花をイメージした香りになります。え、買います。せっかく今撮影させていただいたので、はい、お声入っても大丈夫ですか？ありがとうございます。じゃあこれですね、これおいくらですか？こちらが2310円になります。はい、わかりました。じゃあ買います。はい、ありがとうございます。これ英語と中国語の説明も書いてあります。でもせっかくだからちょっとね、5個入りの買いたいと思います。で、あの種類を自分で選びたいと思います。まずはさっきすごい嗅いでいいなと思ったこの黄色いやつ、果実。これもすごく綺麗な色ですよね。花咲き、あ、ラベンダーが入ってるんだ。これか、ちょっと嗅いでみましょう。ラベンダーが入ってるとすごく落ち着く感じがしますよね。あ、すいません、会計お願いします。はい、箱なしってできますか？箱なしを、はい、できるんですけど、形崩れないように私はしてるんですけど、いかがなさいますか？じゃあ箱に入れてください。お願いします。ヒレ石鹸の会員登録などされてますか？あ、してないです。登録されますとポイントがたまります。よろしかったでしょうか？はい、大丈夫です。すいません。袋が重要になりますが、いかがなさいますか？あ、袋は大丈夫です。いりません。はい、こちらお会計5060円でお願いいたします。はい、クレジットカードでお願いします。カードの処理方に質問いたします。はい、こちらです。ありがとうございます。暗証番号をお待たせいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すごい素敵なパンフレットももらいました。すいません、急に撮影させていただいて、はい、本当にありがとうございました。すごい親切なスタッフさんたちでした。ちょっとお店の外観映しますね。今回買い物をしたのはこちらのお店です。お店の情報はこの動画の概要欄にあるので、気になる人はぜひ見てみてください。次の日、少しだけ国際通りにも行きました。去年も国際通りで撮影したので、こちらの動画もぜひ見てください。はい、去年も来たお店です。また来てください。皆さん久しぶりです。はい、皆さん、今回の沖縄 Vlog はどうでしたか？楽しんでもらえましたか？今回の動画を撮影するときにこちらのマイクを使って撮影しました。こちらのマイクが気になる人はぜひこの動画の概要欄のリンクを見てください。この動画が少しでも皆さんの役に立ったら嬉しいです。今日はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。